さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。104回目の今回は、楽天にて初代主将を務め、ミスターイーグルスと呼ばれていた選手の紹介になるよ。その選手とは、近鉄、楽天に在籍していた、磯部晃一選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。磯部晃一、1974年3月12日生まれの47歳、広島県東広島市出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、野球解説者を務め、現在は YouTuber となっているよ。東広島市立市は中学校を卒業後、西条農工に進学。高校では主に、4番捕手でチームの主将も担当。高校3年には、第73回全国高等学校野球選手権大会に出場。初戦の東北戦はサヨナラ勝利、2回戦の和比古高戦で敗れたよ。そして大会後、高校野球日本代表に選ばれたよ。高校卒業後、地元の三菱重工広島に就職し、主砲として活躍。1996年の都市対抗野球で覇、チームを決勝に導く活躍。決勝で本田技研に敗れたが、大会の優秀選手に選ばれたよ。1997年、近鉄バファローズに捕手として入団。ドラフト3位で指名されたが、当初磯部はオリックス志望だったそうだよ。しかし、当時監督の佐々木が、ヘリコプターで近鉄の指名選手中一番先に、磯部に会いに行き、その結果説得された磯部は、近鉄に入団を決意したよ。背番号は22となったよ。入団当時の正捕手は的山で、磯部は当時の近鉄に、左打者が不足していたチーム事情から、捕手兼外野手として一軍に定着。佐々木は磯部を、外野手にコンバートさせる意向を持っていたこともあり、1999年は、すべて外野手または代打として、130試合に出場したほか、1試合だけ試合途中から二塁手に入っているよ。しかし的山は打力に難があったため、2000年に監督に就任した梨田は、磯部を捕手に戻すことを決断。顔面骨折による離脱もあったが、捕手としては自己最多の87試合に出場。打率3割1分1厘と、打力を見込んで捕手に再起用した、梨田の期待に応えた一方、捕手としては強肩ではあったが、スローイングに致命的な弱点があり、この年の盗塁阻止率は、当時のプロ野球ワーストとなる1割9厘を記録しているよ。2001年は、梨田が現役時代につけていた、背番号8に変更し、春季キャンプで監督自らキャッチングや、スローイングの基礎から指導するなど、正捕手としての期待が大きかったが、オープン戦で8回の盗塁機会を、1回もさせなかったなど、守備面の向上が見られず、球団アドバイザーの進言もあって、梨田は磯部の捕手起用を断念し、外野手に専念することとなったよ。守備面での負担が軽減されたこともあって、打撃面が開花。主に5番として、打率3割2分、17本塁打、95打点の成績を残し、中村、ローズらと強力クリーンナップを組み、チーム12年ぶりのパリーグ優勝に貢献。リーグ1位の得点圏打率4割1分7厘を記録して、この年の、最強の5番打者と言われたよ。また右投手より左投手からの方が、打率が高かったが、ヤクルトとの日本シリーズ第1戦で、左投手の石井に完全に抑え込まれ、結局このシリーズ無安打に終わり、逆シリーズ男の楽園を押されてしまったよ。また、ベスト9の外野手部門にも輝いたよ。2002年は、打率2割7分、3本塁打、30打点の成績に終わり、2年連続で優勝を逃し、フロントから、先般は、打外袖で東田前川と、契約更改時に厳しい評価を受けたよ。2003年、近鉄最後の選手会長となるよ。2004年6月に、近鉄とオリックスの合併計画が浮上し、近鉄の選手会長として、労使交渉、署名活動など反対運動に奔走するが、結局阻止はならなかったよ。近鉄の消滅が決まった時磯部は、僕らの近鉄に対する誇りは忘れないと、涙ながらに語り、球団合併による選手分配ドラフトの際、磯部ら近鉄の一部の選手は、オリックスの選手優先保有を拒否。オリックスも、近鉄のエースであった岩隈を除いてこれを認め、楽天に移籍することになったよ。そしてこの年、自己最多の26本塁打を放ったよ。2005年に、球団合併による分配ドラフトで、新球団の楽天に移籍し、球団の初代選手会長と初代の主将になったよ。開幕戦は6番ライトで出場。開幕から17打席連続ノーヒットだったが、4月1日の西武戦で1番に起用されると、初回に球団第1号本塁打を放ったよ。1番で起用されることが多かったが、シーズン終盤は5番に定着。オールスターではチーム唯一の出場を、ファン投票で果たすよ。2006年に FA 権を取得し、
当初、優勝できるチームでプレーしたいと、降子を示唆する発言をしたが、近年の成績不振から、最終的には降子せず残留を選択。また球団の選手会長の座は、近鉄時代からの同僚でもある高須に譲り辞任。2007年、シーズン序盤は3番ライトでの先発出場が多く、一時は首位打者争いにも加わったが、交流戦以降の不振や守備の衰えから、哲平や草野が3番に置かれるようになったよ。守備面ではレフトとしてスタメンに出場したり、チームの若返り構想から、若手にスタメンを奪われることも増えたよ。結果的にシーズンは、2割7分7厘、5本塁打、48打点の成績で終わり、シーズン末に出場機会を求めて、FA 権の行使をする動きも見られたが、野村監督を胴上げしたいと、2006年に続き残留。2008年、この年からは聖沢、横川、中村などの同じ左打ちで、一定の守備力がある外野手が台頭、それにより出場機会が大幅に減ってしまい、年俸も大幅カット。また、主将の座を山崎に譲ったよ。2009年のオープン戦で、3割を超える打率を残し、開幕スタメンの座を勝ち取るが、結果を残せず4月20日に一軍登録を抹消。以降は一度も一軍復帰を果たせず、9月末に球団から戦力外通告を受けるよ。一時は現役続行を希望し、トライアウトや他球団のオファーなどの道を模索したが、最終的には、このまま現役生活を続けるのは難しいと判断。トライアウト前の11月2日に現役引退を発表、そして同時に2軍育成コーチの就任も合わせて発表されたよ。そして11月23日には、ファン感謝祭で引退セレモニーが行われ、ファンや関係者に感謝を伝えたよ。2010年には、前半戦で1軍が総得点、チーム打率ともリーグ最下位に低迷していたことを受けて、7月25日に1軍打撃コーチ補佐へ移動したよ。2011年も1軍打撃コーチ補佐を務めていたが、チームの不振などで、5月15日付で2軍打撃兼外野守備コーチに移動。2012年には、2軍打撃コーチ補佐を担当したよ。2013年からは、2軍外野守備走塁コーチを務めていたが、2014年6月17日付で、1軍外野守備走塁コーチに移動。1軍の外野守備、走塁へのテコ入れを目的にした移動で、1塁ベースコーチを担当。2015年秋からは1軍打撃コーチ。そして2017年10月23日に、球団から退団が発表されたよ。退団後の2018年からは、東日本放送、東北放送、仙台放送、J スポーツの野球解説者に就任。そして2020年3月8日からは、YouTuber 活動を開始。チャンネル名は、イソチャンネルだそうだよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。編集してみての感想は、どこか本人と周囲の評価に食い違いみたいなのを感じたね。星として入団したものの、星として致命的な肩の弱さから外野手に転向。それでも、そこから成績を残し選手会長として、近鉄の存続に尽力。ただ、FA での本人と周囲の評価が食い違っているように、調べてみて思ったかな。あとこれは、ウプ主がまだプロ野球に興味を持ち始めた頃の話なんだけど、当時、ウプ主が通っていた高校の野球部の監督が、磯部選手が在籍していた高校で野球部の監督を務めていて、その関係なのか、磯部選手がウプ主の高校を訪問していたらしいんだよ。当時はあまり知らないから、プロ野球の選手か、程度に思っていたんだけど、野球部の同級生にとってはそうではなかったみたいで、いつの間にかその磯部選手から、サインをもらっていたらしいんだよ。やっぱり野球をしている人にとっては、プロの選手は憧れの対象なんだろうね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。